え？今日は俺はあの日本にいるときは役者さんに評判ばっかり聞いてて、皆さんがいいいいって言うからそれでいいやと思って、だいたいあのうちにフランス人のあの社員がいるから、それにまず見せたらすごいって言うから、まあ半分以上良い人だと思うんだけど、でもその意見はわりかし当たってるんで、まあフランスじゃ受けるなっていう感じがあったけど、まあ意外なところに受けてたね。ちょっと面白かったよね。まあ映像やなんかはあの見ると、鎧来たり侍が鎧来たりなんかしてたから文楽に見えたかもかね、うん、でさっきあのジャック・ラングさんって元の文化大臣がまるで文楽だったって言ったから、ああそういう見方もあるなってすごい喜んでたんで、まあ時代劇の可能性みたいなのを感じられました。時代劇はやっぱりコンピュータグラフィック全盛になっても、あの CG を3人でやると300人が3パターンしかないんだよね。結局1万人使ったらあの10人であの CG で1万人作っても絶対かなわないんだよね。あの予想しない動きするから、だからやっぱりその CG じゃなくて実際に役者を1万人動員できるような映画だったら素晴らしいけど、今必ず後ろの方の絵を見ると団体だと必ず CG だよ。だからあれに慣れちゃうとごく当たり前に見過ごすから、あの対策は対策なりに人をいっぱい使わないとつまんない。あれが CG はやっぱりダメなの。もうじきお客も気がつくと思うんだけど。じゃあ以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。